MX キーズミニの US 配列版を待っている皆さん、こんにちは。山カフェです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、こちらファーウェイのウルトラスインキーボードですね。で、このキーボードね、実は複数の視聴者の方から、レビューのご依頼をいただいてたわけですよね。で、正直最初のね、感想っていうか思いは、ファーウェイかと、すみません、勝手に思ってて、実はちょっとスルーしてました。で、典型ですよね。コンパクトパンタグラフ式といえば、みんな大好きロジクール MX キーズミニを思い浮かべる人も多いと思いますけども、これめちゃくちゃいいんだけどね、 US 配列版がないんですよ。で、これ、こいつがその役割を果たせるのかと、個人的にはちょっと気になってました。その点をね、踏まえながら今回こいつをね、見ていこうと思います。ということで、今回はね、次の内容でお送りします。ウルトラスインキーボードの概要ですね。そして外観チェック、打鍵感、そしていい点、気になる点と、そういう感じですね。それでは行ってみましょう。はい、じゃあ最初に概要チェックからいきましょう。こいつはですね、84キーコンパクト10キーレスパンタグラフ式のキーボードですね。配列はもちろんかな、 US 配列です。で、 Mac と Windows に両方対応してます。それから、無線ですね、無線のみです。はい、で、最大3デバイスまで切り替えが可能ですね。で、ファーウェイのスマホを持っている人はなんかね、これ連携できるんですけど、すみません、僕は持ってないので、そこは今回試しません。はい、そして、RGB バックライトはこれはないですね。はい、ということで、ウルトラスインキーボードと名前の通りね、めちゃくちゃ薄いです。で、見た目はかっこいいと思います、正直ね。はい、84キーコンパクト10キーレスキーボード、僕が一番好きなこの配列ですね。ファンクションキーもあって、そしてこのカーソルキーもここにあるということですね。で、カーソルキーがあるゆえに、一番右端にはこういったね、ホームキーとかが配備されている。これすごく好きです。僕が大好きなキークロン K2、K3 と同じ配列ですね。で、このね、配列っていうのは、カーソルキーのこの大きさとか位置をね、無理しないで、かつ使いやすく配置されているんじゃないかなと思います。この辺はね、ほんとね、 MX キーズミニもこう見習ってほしいんですよね。カーソルキーのね、大きさと位置って何気にね、重要だと僕は思ってます。で、本体はめちゃくちゃ薄いですね。めちゃくちゃ薄いです。で、僕のチャンネルね、見ていただいている方からすると、あれ？これ似てね？って思う方も多いと思うんですけど、そう、あのね、そう、これね、これです。ヴィッセルズの LB85、これそっくりなんですよね。そっくりでございます。今これライト光らしてるからだけど、ちょっと切ろうか。こうすると、もはや、どっちですか？みたいな状態になってますけど、めちゃくちゃ似てます。で、ファンクションキーの大きさはちょっと違うんですけども、もうそっくり、配列はそっくりですね。で、こう、正面から見た時の質感も似てますよね。で、こっちの LP85 はオプティカルスイッチなので、打鍵感とかは全くね、違うんですけど、見た感じはめちゃくちゃそっくりです。この薄さ、薄さはね、ウルトラシンの方が薄いね。LP85 は、オプティカルスイッチなので、やっぱりその辺がね、厚さに影響してくるかなとは思います。はい、ということでね、話をウルトラスインキーボードに戻しますけども、こちらね、天板はアルマイト加工されたもので、かなりね、質感が高いと思いますけども、背面ね、この背面部分がこれプラスチックなんですよね。この辺りがね、非常に残念だなと個人的には思いました。見た目ね、このここの正面から見た質感というのと、実はこれ触って持った時に分かるんですけど、あれ、思ったよりも軽いじゃんって思うわけですけど、これが多分このね、ボディの上半分がアルマイト処理されたもので、下半分がプラスチックというところがね、かなり影響しているかなと思います。ただ一方で、合成感はある程度ね、確保されているので、その結果、軽さっていうのを手に入れているというふうに思いますね。で、公式だとこれね、 320g ということなので、かなり軽いんじゃないかなと思いますね。はい、そしたらですね、ポート部分も見ていきましょう。ポートはね、この後ろって言ってるのかな、背面に USB Type-C がここに1個あるのと、それからこちらにね、 Mac と Windows の切り替えスイッチがあります。
で USB Type-C ポートは充電専用で、まあ、有線仕様として使うことができませんので、まあ、注意が必要、ですね。まあ、ただし、まあ、当たり前ですけど技適マークはちゃんと取得してますので安心して無線で使うことができます。それから無線はね、最大3デバイスまで切り替えが可能ですね。そして高さ調整用の足は、これはございません。滑り止めの、ね、ゴムがついているだけですね。はい、打鍵感チェックですね。はっきり言うと悪くないです。というよりもどっちかというといいかなと思いますね。で一言で言うと優しい感じがします。どう説明したらいいかな。クリック感がね、優しいんですよね。ペチペチしない、そんな感じですね。ちょっと後で打鍵音チェックもしますんでそこで確認していただきたいんですけども、僕はね、こう MSX キーズミニが好きなんですけど、このね、このなんていうのかな、このちょっとペチペチする感じ、まあ、これとそう、このペチペチ感が若干ね、ウルトラ新キーボードは弱いという感じですね。でキーキャップのこのね、タッチ感もなんか柔らかい感じがするんですよね。良いとか悪いとかじゃないです。これ柔らかい感じがするんですね。あ、合成感がないってわけではないですね。ちょっと説明が難しいんですけども、うん、多分ね、本体とかそれからキーキャップの作りとか素材からくる打鍵感と音なんだと思います。でそんなこんなでですね、僕はこのキーボードを丸3日仕事とか、まあ、プライベートも含めて使い続けてみましたが、これね、いいですね。いいと思います。はい、ちょっとじゃあ音のチェックもしてみましょう。MX キーズミニと比べるとペチペチ感が弱くて、当たりがね、柔らかい感じがするんですよね。そこがちょっと違いがあるかなと思いました。それではね、いい点まとめましょう。とにかくめちゃくちゃ使いやすい、こう 75% のコンパクト天気レスキーボードということですね。それから、まあ、かっこいい外観でしょうか。そして癖のないね、パンタグラフ方式ですね。そして 320g と軽い本体。そして、MX キーズよりもマイルドな打鍵感と音ということでしょうかね。はい、じゃあ気になる点も言ってみましょう。本体のね、下半分がプラスチックなので、ちょっとだけ安っぽく感じるかなという感じですかね。それと、まあ、そうは言っても RGB バックライトをついてて欲しかったかなと思います。あのピカピカするやつじゃなくていいんで、MX キーズミニと同じようにね、あの白色だけでも構わないんでついてくれてると若干見やすかったかなと思いました。はい、で次がですね、 FN キーがこれ左にあるんですよね。この辺にあるんですよね。これは右に欲しかったですね。でスペースキーがね、これ短いんですよ。でその右側にはオプションキーこれいらないので、オプションキーのところに FN キー持ってって欲しかったんですよね。まあ、この2つはね、結構ね、基本のレイアウトに影響するので、まあ、気にしたいところではありますよね。でスペースキーが短かったりすることで、こう右側のね、コマンドキーを使う場合などにちょっとだけね、違和感を感じました。そしてマルチメディアキーのね、配置がちょっと独特なんですよね。 MX キーズミニとかキークロン K2 なんかと比べると分かるんですけども、ボリュームキーとかね、ロックキーが他と違う場所にあるんですよね。これが時々ね、想定外の動きをするので、ちょっとね、注意が必要かなと思いました。はい、そしたらお値段情報ですね。今確認、2月11日現在だと12,034円ですね。僕はね、ちょうど確かタイムセールかなんかのタイミングでもっと安かったです。1万円切ってたと思いますね。値段と商品のバランスは悪くないと思います。
で、MX ケースミニ US 配列難民の方ですね、これ買っていいのかという回答なんですけど、これちょっとね回答難しい難しいですね。あのいいよって太鼓判をして言いたいんですけど、取って変わることはできないけど、とってもいいキーボードだと思いました。まあ、コンパクトでそこそこ打鍵感も良くて見た目もかっこいいですね。ただですよ、僕これずっと丸3日間使い続けた結果はとってもいいとは思います、ただ MX キーズって本当にいいんですよね。本当にいいんですよ。だからそことね、交換できますかって言われると、すみません、で交換してって言われたらちょっと交換できないですね。はいはい、ということでね、ファーウェイのウルトラシンキーボードでございました。ロジクールの MX キーズミニと比較しちゃったのが問題なのか、このキーボード単体で見ればめちゃくちゃいいですよとっていうことが言いたいんですよ。すいません。ということで、質問等ありましたら、コメント欄でお願いします。またね、グッド評価とチャンネル登録まだの方はぜひね、チャンネル登録をお願いします。あとこのキーボードを紹介していただいた、視聴者の皆様、本当ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。なんだ。おっと。他には日本語もありますね。これ日本語ですね。おお。これはまさに LP85 に激速、クリソツじゃないか。